そう、服がね、あれ私服だよ。そう、大魔王トランプにその他に呪いをかけおった。その他の僧侶の力は封印されてしまったのだ。つまり他の職業ならなれます。力を失ったまま大魔王は無理であろう。その他に新しい力を授けよう。別の職業でね、僧侶以外を選ぶことができます。こっそり新しい職業も追加しておいたぞ。神様ってすごいよね。小悪魔かな。何これ。何これ、なんか見た目がもうなんか虫歯菌みたいになってんだけど。小悪魔はね、正直その仲間が使うにはかなり器用な職業なんですよ。あの、初めにも申した通り、かなり器用な職業はコンピューターが全然使えないんで、ま、プレイヤー前提みたいなとこあるんです。小悪魔行きますか。ティラは小悪魔になった。ね、ダサいんだけど見た目、なんとかならなかったの。変な感じなんか。小悪魔ティラよ、行くがいいって言われてもな。あ、え、一方その頃、あー、三人とも。あら、あんらたち一体、確か大魔王が襲ってきて、ここに連れてこられたんだ。あれ、ティラは？犬犬。ティラ大丈夫だよ。きっと助けに来てくれる。うん、そうだね。信じよう、ティラを。上見んなよ、そんな。あんな助けに行くからな、必ず。必ずあんな助けに行く。さあ、隣の砂漠に来ました。なんか、主張が激しい人がいっぱいいるな。さあ、隣の砂漠ですね。ここからの戦いはちょっとかなり厳しいことなんですよ。なんて、なぜ、レベルが1の状態に戻るんで、今まで料理でちょこちょこドーピングしてきたんですけど、そのドーピングをしておかないとだいぶ厳しいです。そう、レベル1に戻るんで、料理のドーピングは物を言う。まあ、ドーピングはまあちょこちょこしてるんで大丈夫だと思うんですけど、いや、何しに来たんだけじゃないんだよ。さあ、こっからね、隣の砂漠の BGM になるんですよね。そう、一つ一つの大陸に BGM があるんでね、この場面の切り替わりもいいよね。さあ、とりあえずレベル1とは思えない、なんか HP とマジポイントですけど。とりあえずエピチしてみよう。よいしょ。弱え、弱くなっちゃったな。まあ、それでもいけるか。ミートピアに平和を。すげえ独り言喋るようになっちゃった。仲間がいないから寂しいな。でも馬はそれぞれじゃないんだね。ってことはある意味馬がいる分有利にはなんのか。馬は連れ去ることはできなかったのか、さすがに。まあ、でかいもんね。てか、これはでもありがたいよね。馬がずっといるってことになるからね。あ、なに？誰か来たみたい。ほっほっほ、一人旅は厳しいかな？まあ、それは厳しいよ。てか、寂しいわ。今まで一緒にいたピコ太郎がいないんだから。ということで、お待ちかね。お待ちかね？新しい仲間来たかー。やったなー。おお、新しい国を共に旅する。新しい国って言うなよ。なんか先のフラグがバレるんじゃねえかよ。あ、新しい国を飛べちゃう。新しい仲間だ。なるほどね。じゃあ、行きますか。皆様に面白いご報告があります。先ほど別れたアンラ。そして今回こちら。科学者、アンラ。何？どうなってんの？さっき連れされたアンラって一体誰だったのって話なんですけど、私もう一人、アンラが実はミーにいまして、こちらアンナの成長期って感じですかね。まあ今まで使ってたアンナがどちらかというと顔にも幼いんでね。あの、まあ幼少期とするとこちら。まあね、普通の少女期のアンナということになります。大魔王もこれにはびっくりでしょう。まさか別れた仲間はいきなりこうやって来ると思わないでしょう。アンナ来ました、再び。再びアンナ登場。こんにちは。科学者のアンナだよ。ややこしいわ。ちょっと待って、アンナがなんで二人、大魔王の最大の誤算。アンラがまた帰ってくること。しかも成長してんだけど、ちょっと不安だけど頑張るね。アンラが仲間に入った。はい、というわけでね、皆さん、アンラがね、いなくなっちゃった。もうミートピアの実況、アンラがいないので成立しない。そんな皆さん、ゴロホーです。アンラが再び来ました。どうなってんの俺のミートピア。あ、大賢者岩田社長。レジェンド。おかしいな、見つからないな。確かこの辺で久しぶり見たわ、大賢者。岩田社長ふむ、あなたは聞きましたよ。最初の国を救ったとか。
大活躍ですね。いやー、まあ、ところでこの辺りランプを見ませんでした？ランプ、そうですか。実は大切なランプをなくしちゃいまして、とても危険なランプなのです。もし見かけても触らないようにご注意くださいね。え、それだけ？あー、いますでしょ、一緒に行こうよ、心強いのにいたらほうそれだけか。優しい遠回り、厳しい近道、厳しい近道に決まってるじゃん。厳しい近道、大丈夫大丈夫、あのね、テラがね結構強くなってるから、厳しい近道でも行けると思うんですよ。どんだけなの？厳しい、グリフォンが、ちょっと待って、グリフォンが2体なんだけど。え、あの時苦戦したグリフォン2体来てんだけど、厳しすぎない？厳しすぎない？厳しすぎない？それは大丈夫か？あの時のグリフォンってボスだよね。ボス格のグリフォン出てるけど、おーい、へー、新しい技、いたずらフォーク、えい、貸すかよ。ちょ待って待って待って、14、ちょっと待って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 、ちょっと待って、逃げた方がいい、逃げた方がいい、それは無理、それは無理、絶対死んじゃう。厳しすぎ。優しい遠回りにしました。厳しい近道、マジで厳しかったんで厳しすぎだろう。なんだよグリフォン2体とか、バカじゃないの。あー、そうそう、こういうのでお願いします。本当に厳しすぎでしょゴブリン4体の日じゃなかったんだもん。いたずら方がいくか、マイペース。お、珍しく歩き？ふふん、ぐふふん。いくよー。よいしょー、36。いい魔法攻撃出んな。1。よー。あんな？新入りあんだ。新入りの方なあんな、今回は。はい、普通にプズっとな、11。とりあえず自分が引っ張っていくしかねえな。マイペース。いくよー。ふふん。せーの、よいしょ、よし初めのうちはね、このクマは単純に魔法使い系統なんですけど、進んでくるとね、なんか結構ね、いろんな変な技を覚えられます。個性的な技が多いんで、まあうまく使えば強いんですよね、小悪魔主人公っていうのは。とりあえず普通にペシッと、さあ1 優しいわ、優しい遠回りだわ。でアンナが弱いわ今までのアンラめっちゃ強かったのにな。なんで弱くなっちゃった？おっと、アンラ新しい技、バグクラッシュ。はい、魔法攻撃。単純なら魔法攻撃ですね。科学者もね、強いんだよね、極めてくる。かなりね、終盤になってくると科学者が強いって思う。序盤はまあ、あんま変わんない。なんか、まあなんか普通だな、みたいな。まあなんか弱い魔法使いかなぐらいです、序盤は。バグクラッシュ。序盤はね、どうしてもね、見劣えする、なんかあんま、見境がないというか。うん、そんな感じです、本当に。よし、オッケー。ここで仕留めないとね、ちょっと無駄な飴を消費しちゃうんで、ここは仕留めましょう。はーい。よし、オッケー。お、早いね、もう3人目来たのか。お、新しい仲間が来たみたい。よし、3人目か。どうしようかな。ちょっと、二人目がいきなりアンナというのもなんか困るんだけどな。いろいろと。じゃあ、三人目か。どうしようかな。さあ、来ました。三人目。さあ、誰でしょうか。こちらです。ヨッピー！さすがにようやくリアル友人来た。ようやくリアル友人来た。おっそ普通、ミドピアって友達のミーがさ、まず初めに来るもんじゃないの。今時ようやく来たの、ヨッピーみたいな。料理人ヨッピー。ここでいいのかな？俺はヨッピー。普通の正統派が来た。正統派キャラ来た。いよいよ。君の名前はティラだよ。よかった。よろしくね。ようやくリアル友人来てる。おっそ。ちょっと待ったー。なんだ？おー！有名実況者だ。有名実況者よ。あなたはミートピアを実況者。いつまでも遊び心を忘れない。私はミスタークイズマン、アブさん。ミスタークイズマン、アブさんなんですって、どうやら。ミスタークイズマン、君に本物を見いくつからあるか。今日のクイズは、本物は誰？おー、なるほど、クイズか。なんか結構シルエットとかあるんですよね。このミートピアに入れたものが出てくるんで、これめっちゃ難しいんじゃないか、てか。待って待って、これめちゃくちゃ難しいんじゃね？
あの、これね、でも、裏技あるけど、本物誰？え、大丈夫かこれ。はい、1問目。あ、それは楽だわ！ティラワードの人、それはわかるもん。なや、お前、アイハブ。それはわかるって。それわかるって。さすがにわかるって。やるじゃないかじゃないよ。これわかるよ。うん。うん、アンラはどの人？アンラ、あ、あ、あ、え、え、あ、え、アンラ？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 これか？そうか、アンラの、なんていうかな。あれだ。これ、メイクとか、ウィッグをしてない状態のキャラが来んのか。だから、いつもメイクとかウィッグとかしてるからいいんだけど、そうじゃないのが来んの？やばくないそれ。難易度高くない？リリアはどれだ？ね、これはわかりやすいね。さすがに、だってデフォルトからいじってないからね。え、これさ、もしかしてさ、ものによっては詰むんじゃないの？難易度が高すぎるんだけど。さすがに仲間キャラはわかるけど、そりゃ。他大丈夫かな？なんかめちゃくちゃ難易度高くなりそうなんだけど。その、再現キャラとかいるからね。アブさんまた会おう。さあ、ヨッピーの初陣。いやーどうなんだ、なに、女の壁画壁画あんの？てか、HP9 しかないの、レベル1だと。マジか。自分3でこんなに、あ、お尻をつつく。これさ、確かに自分の行動権はさ、他の人にあげるのはいいんだけどさ、俺がやった方が強いんだよな、これ。わざわざつく必要性がないんだよな、これ。味方が弱いから、俺がやった方が強いよな。戦士キャラとかがいたら、これする方がいいんですけどね。いたずらフォークでいいよ。俺がやった方が早いもんだって。直接手下したろ！おい！ 20！ ま、この時点での20は上運通ですね。さあ、アンダー？ポコ4。ヨッピー？ポコ5！君たち。俺が見せてやるよ。俺が攻撃見せてやる。ほら！大体引っ張っていく形だな、こりゃ。ん？ああ、ボンファイター。はあ、マスドウトシジム。やめろよ、ボン、もしもし？ん？ああ、ランプ！さっき言ってたランプだよ、これ。私は砂漠を守るせいで開けちゃダメって言ってたランプそのものですよ。ダメだよ、魔王のランプだよ、どう見てもそれ。悪い魔法使い。まあ、いい、ものは言いようだよな、確かにそう考えたら。逆の立場からすればそうか。どうか、ここは出してください。何でも願いを叶えます。ダメなの、何でも、何でも、何でもって言ったね。さあ、このランプをこすってください。もう自分から言って、もう、やばいやん。お、その調子もっと強く。なんでそういうこと。あ、もう元凶。すべての元凶みたいになってる。あ、ネタバレが早いな。おー、ランプの魔人、ガオガイ。腕組んどるぞ。ガオガイ、腕組んでる。ねえ、どうなってんの、ランプの魔人がガオガイになってしまった。しかも、なんか、やたらめたら、しかもなんか意外と合ってんだけど。ガオガイに出てきた。やっほー、出られたぞ。願いは？はあ、嘘だよ、嘘。もう顔、ボーンファイターとガオガイが並ぶし、もうすごいな。さて、また街に暴れてるか。じゃあな、ふぅー、ガオガイ楽しそうだな。これはまたランプそういうことして、あ、うん。ぱったりやってる。お前は、俺は何もしてないぞ。こいつはくれてやる。押し付けられた。いらないんだけど。さっさと行ってしまえ。落ち着けないでもね。あ、これ街か。いよいよ。おお、なんだ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 あいつ。あ、そうか、もうこれ隣の街に配役するミーを選ぶのか。了解。じゃあ、あ、結構いるな。ちょっと、ウサン、クーサ。ウサン、クーサ。すごいな。オードリー。情緒なんか、たけし悩む探検家、たけし。たけしか、俺たけしならいいぜ。よー、おー、いいね、たけし。さあ、隣の町に着きました。配役も決めました。おーなんか、
あ、なんかそこそこなんかまとまりがなんかもう、コント、なんか初めの街よりはな、まとまりましたよ。なんか初めの街でなんか使い切ったんじゃねえか説まで出てきてるからね。はい。踊る案内に可愛いんだけど、普通に可愛い子が来たんだけど。シャララーン。隣町にようこそ。さあ一緒に踊りましょう。シャララーン、シャララーン。話がないし、さ、ボルソリーノも、なんか、ひげ白くなっても踊るけど。ちょいとあんた聞いてくれんか。ボルサリーノ、ヤタの鏡はどうした？大変なことになってしもうた。なんと、ランプの魔人が戻ってきたのだ。魔人がお前は困ったやつでな。盗んだり暴れたり、好き放題やっておった。そこで現れた大賢者岩田社長様。魔人がお前をライプに吸い込んで、出られなくしてくださったのだ。また暴走しなければいいが。それにしても、名車の俺は素晴らしいの。シャララシャララ。すごい近いもんな。こいつ可愛いもんな。こいつボロサリーノだもんな。おなんかぴったりな、配役が。怪しい承認多いか。ナナとポポ。いや、結構すごいなんか再現度がすごいんだよな、半剣キャラの。お客さん、お父ちゃんが病気で大変な、なんかターバン、ちょっと待って、フードの再現素晴らしいのに、その上にターバン来ちゃったし、なんかややこしくなっちゃった。病気で飛び出す、ゲボゲボ。まあ、それはアイスクライマーね、寒いとこいますからね、そりゃそうですよ。どうか MP 飴を、500個で買ってください。高いけど買ってあげようか。ん？何？毎度。ね、こちら500円でございます。買ってしまった。ちょ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 、なに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 、ギスギス夫婦、炭治郎とねずこ。再現キャラの威力すげえな。ちょっと聞いてるの？うるさいな。ランプ魔人よ、大変じゃない。そんなのほっとけよ。あんたいつもって一言みたいに。あー、もう静かにしてくれ。ねずこが喋る世界線があったよ、ここに。おお、ちょ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 っと。砂漠以上セブ、にょーす。あら、嫌だ、困ったわ。ランプの魔人が襲ってきて、うちの大切な財宝を盗んでったの。あら、あなた、なかなか強そうね。財宝止めずに暮らさない？まあ、ランプの魔人がやってきたのは、まあ、間接的には違うんですけど、まあ、ランプのも持ってることで、なんか、怪しまれそうな気がしますけどね。地下迷宮。街を出たらわかるはず。地下迷宮に行くと。まあ、遠いな。逐一遠いところにあんな、こうしてみると。お願いね。ニャースの願いを引き受けた。まずは街のね、散策から始めましょう。街のお願いから聞いて。いや、地下迷宮を目指すのか。